怪我とかコンディションの不良ではないにしても、ブルペンでなんかそういう異常があったのではないかなというところだけはね、今日は気になったところではあります。お疲れ様です。 KT です。今日は9月の11日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。本日こちらのチャンネル、この動画をね開いて、くれた方はですね、もう本当にカープのことが大好きな方、もしくは、KT のことをね、好きでいてくれている方だというふうに思いますので、チャンネル登録まだの方はね、ぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。ひょっとしたらジャイアンツファンの方もですね、冷やかしで覗いてくれてるかもしれないんですけども、まあそんな方でもね全然構いませんので、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで本日もね、ブレずにやっていきたいと思います。まあちょっとね、動画上げるのも辛すぎる試合なんですけども、まあ、かつてね、ドラゴンズの監督をされていました落合監督が、いい時も悪い時も平等に接してくれる人こそが信頼できるという言葉をね言っておりましたので、まあそういう意味ではね、負けた時はやらない、勝った時はテンション高くやるということではいけませんので、こういう試合でもしっかりブレずにね、試合の振り返りをして明日につなげていきたいなというふうに思いますので、皆さんも今日もね最後までご視聴のお付き合いの方よろしくお願いします。はい、というわけで昨日の動画の確か冒頭はしんどいっすわーというところからね入ったと思うんですけども、今日はもうちょっと辛いっすわーというのがまあ一言目かなというふうに思います。栗林投手のあの顔はね、もう見ていて辛かったですね。もう人柄の良さはね本当によくわかってるがゆえに、あえてちょっとマウンドで苦しんでる姿というのは見たくないんですけども、まあこれまでね栗林投手には入団4年目かな、幾度となく助けてきてもらったので、まあ今日のねこの成績でああだこうだというつもりはありませんけども、まあ皆さんもねそういう思い持たれていると思います。まあただSNS とかね、ヤッコメなんか見ておりますと結構厳しい言葉もね出ておったみたいで、まあそれは仕方ないですね。このシーズンの流れ、優勝、ね、に向けて、左右してくるね、もう試合試合が左右してくる中で、さらに今日の試合の展開、アドア投手が頑張り、ハーン投手がつなぎ、堂林選手がね頑張りというこの試合展開で絶対に負けちゃいかん試合という中で、まさかのこの9回大炎上というところなんで、厳しい言葉もね言いたくなる、気持ちもね、分かりますけども、まあ栗林投手はね、しっかり切り替えてもらって、明日またね元気な姿を見せてほしいなというふうに思います。まあなのでね、本当にやられたらすぐ直後にやり返してほしいなというふうに思いますんで、野手陣はですね、明日なんとか3点差で9回を迎えるという展開にね持っていってほしいなというふうに思います。まあ3点差以上であればね、そこはまあ文句はないんですけども、楽なシチュエーションで、栗林投手に投げてもらって、もう一回、セーブをつけて、切り替えてねいただきたいなというふうに思いますので、まあひょっとしたらね、今日球数も結構いったのかな、はい、ということになりますんで、ハーン投手と共にはないかな、ベンチ外れる可能性もあるんですけども、なるべくね早いうちにこうセーブをつけて、切り替えてほしいなというふうに思います。まあ今日24球なんで投げれなくはないのかな、はい、ということです。で今日ですね、栗林投手打たれて、2対9か7点差になったところでですね、9回の裏小園選手から始まるという攻撃で、まあ何名かっていう単位ではないんですけども、何名かの方が、まあ、スタジアムを後にするという中で、小園選手に対する声援、例の小園の回答ってやつですね、ボリュームがですねいつにも増して大きくね、聞こえてきました。まあ配信を通してというところなので現地の雰囲気は分かりませんけども、まあこう声援がですね選手には絶対届いているというふうに思いますんで、我々は諦めないという姿がね、ファンの姿が選手、それから監督コーチに届いているというふうに思いますんで、本当に悔しい悔しい、取り返しのつかない負けではあるんですけども、まあまだまだね試合は続いていきますし、言ってもまだ3ゲーム差なんで、まあ簡単には返せない差にはなってきてしまったんですけど、まずは2ゲーム差に戻すということが大事だと思いますんで、切り替えて明日頑張っていきましょう。はい、で栗林投手いきますと、もうこれ、ね、振り返りたくないですけども、あえて振り返ります。ワンアウトも取れず6失点のまさかの逆転負け、四死球4、6失点の大乱調ということでね、
あの去年のちょっと状態悪い時でも見なかったぐらいのね、今日は姿だったなというふうに思います。でその後の森浦投手も止めれず、大道投手も止めれず、一挙9失点というね、数年前だったかな、1イニング12失点か、数年前どこじゃないか、もっと前か、1イニング12失点という試合もあったんですけども、まあ、あれは正直あのシーズンでいうと序盤の方だったのかなというところで、まあ一つの負けだというところで割り切ることはできたんですけども、今日に関して言えば、勝つか負けるかでね、結構大きな分岐点になる試合でのこの9回のこの展開というのはやっぱり私たちとね、メンタルやられるところはありますねというところです。はい。でゲーム差は3に広がったんですけども、タイガースもね今日は敗れたということになりますので、まあ一応2位はキープということになっております。まあそこはね攻めておくのが救いかなというふうに思います。でまあ一方で岡田監督はねずっと連勝を続けてきておりましたんで、まあ結構前向きに今日一つ負けただけやないかというコメントを残しておりましたんでね、ここは切り替えができているのかなというふうに思いますんで、また明後日からのね試合は気をつけなくてはいけないんですけども、はい、ということでまだ2位はね、キープしているということになりますので、そこだけはね、ポジティブに捉えていきたいなというふうに思います。はい。で先発のアドゥア投手は、6回無失点で、自己最多の7勝目取ったというふうにね思ったんですけども、権利を持ったままマウンド降りて67球ですね。まあこれもあの春先とかね夏場ぐらいであれば、7月8月ぐらいまでであれば、7回もね続投だったのかな、もしくは完封をね、狙わすというような展開だったとは思うんですけども、まあ中継ぎカートはね強力だということで、7回からスパッと、交代してということで、ね、まあ采配自体は間違いではなかったというふうに言います。まあちょっとねハーン投手のこの回またぎというのは意外なところはあったんですけどね、まあそれなりの意図があったのかなというふうに思っております。はい。そしてですね、グリフィン投手か、相手のピッチャーは今日グリフィン投手ということで、まあ、相性のいい堂林選手が4番に入るというところで、三塁線を抜けるタイムリーツーベース、それから犠牲フライを放つという大活躍を、ね、見せてくれました。三塁線のあたりね、まあ、バウンドが変わらなければ坂本選手の、ね、グラブに収まってアウトになっていたかもしれないんですけども、一瞬ベースに当たったのかなというふうに思ったんですけども、まあ、シンプルにバウンドが変わっただけかなというふうに思います。であれがですね、やっぱり小園選手と同様でショートからサードに回った選手のね、動きになってしまって、やっぱり送球のことを考えて、三塁線の、ね、打球、ショートで言えば三遊間の打球、逆シングルで取りに行って送球までスムーズに行きたいというのがやっぱりね、ショートの生粋のね、ショートとしてこれまでやってきたあの動きがありますんでね、まあ、そこでああいうプレーになったのかなというふうに思いますけども、あれがね、ずっと小学校の頃からずっとサード一筋で、やってるというプレイヤーですと、ひょっとしたら正面に入って前にバスッと、一旦落としてですね、一塁に送球してアウトにするという動きだったのかもしれないんですけども、まあ、あんだけイレギュラーしたらね、正面に入っていたと、しても内野安打にはなっていたのかもしれませんね。はい。というところがちょっとコアな解説となりまして、でもう一回栗林投手に戻りまして、今日は明らかにですね、もう今までに見たことないぐらいの大乱調というところを考えますと、ブルペンでそういう兆候はごめんなさい、そういう兆候がなかったのかなというのだけはね気になりますね。まあ一度守護神なので、マウンドに上げた以上はですね、やっぱりひっくり返されるまでは変えれないという、これはね、まあ本当にありますんでね、そういうなんていうんですかね、暗黙のルールみたいなところがありますんでね、変え時としてはまああそこまではね引っ張るしかないのかなというふうには思うんですけども、じゃあその前のマウンドに上げる前、ブルペンの状態を見て、ブルペンのピッチングコーチ、がですね、いや、今日ちょっと栗林あかんすわみたいなところをですね見極めて、で栗林投手の性格からしたらもういけますというふうに絶対言うんで、今日ぐらいのこの、先頭ねストレートのフォアボール、その後も、3つのね、フォアボールデッドボールを与えるというぐらい状態が悪いっていうのは、間違いなくブルペンでもねそれなりのなんかがあったというふうに思いますんで、まあ、そういう時こそねやっぱりピッチングコーチの出番で、まあ、多くの監督コーチはですねベンチにいますんで、そういう状態分かりませんので、もう2点リードだったら栗林一択だという状況になっていると思いますんで、いや
もう俺の独断判断で、毎日ブルペンの様子見ているけども、今日の栗林投手は良くない、まずいというふうに判断して、じゃあもう島内行くぞとか、じゃあもう黒原行くぞ、森浦行くぞというようなね、提案を監督にできなかったのかなというふうに思います。ブルペンでいつも通りでマウンドに上がって、まあ、プレッシャーとかね、優勝に向けてとか、今チームの状態悪いからプレッシャーというのは感じてるとは思うんですけども、もうそういうね、プレッシャーであそこまでね乱調になるというようなレベルの、選手ではないんでね、栗林投手に関して言えば、はい、もうこれまで様々な修羅場をくぐってきておりますんで、プレッシャーによってあんなストレートのフォアボールを出すとか、アウト1個も取れないというようなピッチが考えられませんので、どこかやっぱりね、怪我とかコンディションの不良ではないにしても、ブルペンでなんかそういう異常があったのではないかなというところだけはね、今日は気になったところではあります。はい、というところですね、サムネイルの解消は以上となりまして、続きまして本日の、話に持っていきまして、松本投手登録抹消となっております。ここ数試合、3試合ぐらいかな、失点が続いたということもあって、まあ、昇格後ですね、結構登板多くねあったんで、まあ、序列でいくと本当に今の中継ぎでいくと一番下にいるというところなので、リードされている場面でのね、登板が多くなるんで、必然的にこの松本投手の登板が多くなってしまったというところはあったんですけども、まあ、直近失点が続いたということで、まあ、それがね、登板がこう立て続けにあったからの疲労なのか、どうなのかというところはねありますけども、まあ、なので昨日ね、まだまだ逆転の見込みがある中で、松本投手を、登板させたというのは、今日の抹消ありきで、最後、1日投げてこいという意味合いもあったのかなとかね、いろんなことを、勘ぐっております。はい、で、まあ、それを見ますとですね、大道投手、それから中崎投手で、今日はね、会えてきました。ここ最近は、大瀬良投手の、記念 T シャツをずっと着ていたんですけども、久しぶりに矢崎投手の日本も着ているんですけども、まあ、矢崎投手なんかをね、上げたりして、もう残りの20試合切ったところをですね、こう入れ替わり立ち替わりでですね、もうちょっと無理して投げてもらって、2連投、1日休んで2連投とかね、もうそれぐらいの密度の濃い、登板感覚で投げてもらって、リフレッシュするとかね、そういうぐらいのなんかこう、ローテーションを考えているのかなというふうには思いますけども、まあ、中崎投手もね上がってきて非常に状態いいですし、まあ、大道投手に関してはね、今日の流れでいくとなかなか1本打たれたからってね、まだ良くないのかなとか、そういうふうにね、ちょっと判定もできないような、登板のタイミングだったなというふうに思います。はで、松本投手に代わって、磯村さんこと磯パンチさんが逆か、磯パンチこと、磯村さんが昇格してきまして、なんと、キャッチャー4人体制と、いうことになりました。まあ、その中でいくと坂倉選手はファーストを守れるということで、まあ、3.5 ぐらいのイメージなのかなというふうに思いますが、まあ、昇格自体はめでたいことなんですけども、どうやってこう使い分けていくのかという意図がね、なかなか見れないなと。まあ、磯村選手はね、下でバッティングの方もアピールできていたのかな。なので、代打での使い方というのも含めてなのかもしれないんですけども、まあ、そういう意味でいくとね、こう、坂倉選手がいて、石原選手がいてね、ここはまだまだ経験が足りない、ちょっとリード面でもちょっとね、不安があるというところでいくと、相澤さんもね、じゃあどうなのかと。いうところもあるんですけども、まあ、こういう経験の積んだ2人がいるというところになりますので、まあ、相澤選手を抑えキャッチャーみたいな感じでね、使って、最後の、こう、それでも相澤選手にアクシデントがあった場合とか、ダイソー出したい場合で、磯村選手を使いたいみたいな感じで入れてるんだとしたら、今日ね、9回とかに、相澤選手をね、抑え捕手として、マスク被らせてもよかったのかなと思うところもありますし、どうやってこのね、キャッチャー4人、ただでさえ代打が、薄いところなので、まあ、磯村選手がこう、下でね、どんだけこう、バッティングでアピールしていったとはいえですね、やっぱり、バッティングで行くと、その他の選手ですね、田村選手とか今で行くと、ニラサー選手とか林選手とかね、まあ、そっちの方がまだ期待できるかなという中で、この磯村選手を上げてきた。で、田中選手は落とさないというところを考えると、どうやって使っていくのかなという思うところは、正直出てきました。なので、まあ、佐藤選手がね、上がってきて、そんな出番なく下に落ちたというところもありましたので、そういうこのね、使い方にはならないようにだけはね、していただきたいなというふうに思います。石原選手もね、落とす理由ないですし、どういうキャッチャーよりか。はい、で、今日のスタメン発表時点では、ドバイ選手がね、4番ということで、まあ、相性がいいとは言ってもですね、いきなり4番というのもね、また前回確か4番であまりいい成績ではなかったので、
どうなのかなというところはあったんですけども、でそこに関しては今日もごめんなさいというところです。で相手今日はジャイアンツ、グリフィン投手というところでね、今韓国でホームランを打ちまくっておりますデビッドソン選手を1日契約だけでもね、してほしいなというふうに思いながら、プレイボールを待ちました。はい。で、試合の中身なんですけども、攻撃陣のところでいきますと、3回までのね、打者1巡目のところは、パーフェクトに抑えられるという展開になりました。はい、今日もね、我慢比べの展開になりまして、4回に入って、小園選手をようやくチーム初安打を放ち、盗塁を決めて、まあ、ランエンドヒットだと思いますね。アウトカウント、それからバッティングカウント、バッティングカウントといいますか、普通のストライクボールのカウントを見てもですね、まあ、バッターは、打てる球が来たら打つ。ランナーはもう盗塁ぐらいの、スタートが切れたら、走るというタイミングだと思いますけども、まあ、しっかりね、変化球のタイミングで走っておりましたんで、キャッチャー送球すらできなかったんですけども、まあ、取っていても変化球だったんでセーフだったんじゃないかなというふうに勝手に見ておりますけども、まあ、その辺ね、しっかり変化球のタイミングで走れたというのは素晴らしい盗塁だったんじゃないかなというふうに思います。でその変化球に対して堂林選手空振りをします。変化球ちょっとまずいかなというふうに見ていたら、次の、もっとね、コース高さ的には厳しいところに来た、変化球をなんとかバットの先端に引っ掛けて三塁線に運んで、イレギュラーバウンドを誘ってのヒットということで、先制点をもぎ取りました。まあこの辺を含めて相性なのかなというふうには思っております。はい。で、その後5回は、三者凡退かな、無得点に終わって、6回、ワンアウトから、矢野選手フォアボールで出塁し、小園選手ライト前で、ワンアウト一塁三塁というチャンスを作って堂林選手が、犠牲フライを放ちますけどね、まあホームランにしちまえよというふうに思うところはあるんですけども、まあ本当に貴重な貴重なね2点目というふうになる、犠牲フライを打ってくれまして2対0となり、まあカープのねリリーフ陣ならなんとかこのまま逃げ切れるんじゃないかなというふうに思う展開になりましたけど、5回、7回、8回は無得点に終わり、特に8回かな、2アウトから矢野選手が、右中間にヒットを放って、3塁まで、狙うもタッチアウトということで、まあそこね、2アウトでランナー2塁でジャイアンツとしてはもうこれ以上1点もやれないというふうになりますんで、外野が前に来るんでね、逆に小園選手のヒットゾーンは広がるのかなとか、そういうことを考えると無理してサード狙う必要ない。ただサードまで行くと、内野ゴロのエラーの間で、1点とかね、パスボールで1点とか、そういう、まあ、メリットもあるんで、狙う分には悪くないんですけども、もうちょっとね、間一発だったら、まあ、前の塁を狙った走塁だからね、仕方ないというふうに思えるところあるんですけども、ちょっとタイミング的にもね、どう見てもアウトだというタイミングだったんで、まあ、暴走というね、見方になってしまうのかなというふうに思います。もう本当に間一発で、スライディングしてきたところにボールが来てね、そのままタッチしてアウトになった、ぐらいのタイミングだったら、まあ、一か八か勝負してもいい。まあ、それでも、まあ、ツーアウト二塁でもよかったのかなと思うところはあるんですけども、まあ、明らかにね、アウトだったんで、ちょっと暴走で、次の回がね、最終回、9回というところを考えると、流れを相手に、やってはいけない、攻撃になりますんで、まあ、そこまでのね、走塁はいらなかったんじゃないかなというふうには思っております。はい。というところでね、今日の攻撃陣は以上となりまして、秋山選手、坂倉選手、末金選手、菊池選手あたりの、ヒットをね打ってほしい面々が今日は無安打というところはねちょっと気になります。明日頑張ってください。はい。続きましてピッチャーのところを見ていきます。繰り返しになりますけども、アドア投手6回を投げまして2安打無失点の67球、フォアボールなしというのがね素晴らしいですね。もう常にストライク先行でというピッチングになりましたのでね、6回へ投げて67球と、もう理想を超える球数の少なさ、まあ、三振もね、少なく、本当にこの夏場には持ってこいと言いますかね、夏場としては、理想的なね展開でも完璧と、言っていい内容じゃないかなというふうに思います。で先週ね、立ち上がりに5失点だったかな、ちょっといきなり炎上してしまって、もう初回で試合を決めてしまったというところがあって、ひょっとしたらねローテ飛ぶんじゃないかというぐらい思っていたんですけども、まあ、大事な大事なジャイアンツ戦のね、2試合目、まあ完もあったのかな、東京ドームで。はい、という、まあ、相性もあって、託されて、もう期待通り、期待以上のピッチングをね、してくれましたんで、まあ、先発ならもっと長いイニングをと、思うところも出てくるんですけども、67球での降板ということは、もう最初からね、良くても6回までというふうに決めていたのかな、というふうには思います。
はい、で2番手のハン投手、2回を投げまして1安打無失点の23球ということで、変わりっぱなかな、先頭の吉川選手にヒットを打たれて、ちょっと大丈夫かなというところはあるんですけども、あったんですけども、まあそれでもね、その前の回の堂林選手の犠牲フライによって、2点差あったことによってね、これはだいぶ気持ち的に楽だったんじゃないかなというふうに思います。1点差ですとね、ちょっと進塁、ワンアウトずつ進塁されていくのも嫌になるんですけども、2点あるんでね、まあ1個進塁させてもいいや、2塁に行ってもいいやというふうに思えるのが、逆に功を奏してモンテス選手をゲッツーに打ち取ってですね、三者凡退で切り抜けました。はい、でその後の2イニングス目もですね、回またぎで投げて、回またぎどうなのかなというふうに見ていたんですけども、8回も見事三者凡退で抑えてということで、本当にね、半投手よくやってくれたと思います。明日はおそらくお休みになると思いますんで、島内投手にね、7回8回、2イニングとは言わないんですけども、島内投手にその辺をね、支えていただきたいなというふうに思います。はい、で栗林投手は、アウト取れずに2安打6失点の4四死球という結果になっておりまして、まあその後を受けたね、森浦投手、大道投手に関して言えば、まあカープの守護神クローザーの後ね、クローザーが炎上した後なんでね、ちょっとここはさすがに難しいということで、ヒット打たれたり失点したりというところもあったんですけども、まあここに関しては、しょうがないんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでちょっと悔しい敗戦となってしまいました。切り替えて明日ですね、すいません、もうこんだけです。床田投手対床投手と予告先発出ております。もう変なね、星取り感情はしなくて済む、もう勝つだけというところまでね、来ておりますんで、もう勝つだけということでね、相性とか、相手のピッチャーがいいとかね、良くないとか、こっちのピッチャーがどうこうこうのとかね、打線に元気がないあるとか、そういうのじゃなくて、もう勝つだけなんでね、シンプルに戦ってほしいなというふうに思います。今日の、この動画に対するコメントも厳しいもの覚悟しておりますけれども、まあまだ可能性はね、残っている、十分に残っているというふうに思いますので、状態はね、本当にそこどん底なのか、まだまだどん底はもっと下にあるのか分かりませんけども、可能性は残っておりますので、一生懸命応援していきたいというふうに思いますので、皆さんもよろしくお願いします。はい、で流れを変えるためにもね、矢崎さんに明日ぐらいね、一軍に上がってきてもらって、3人で抑えてもらって、スタジアム盛り上げてもらって、カープの、ね、勝利につなげてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画以上となります。ジャイアンツに悔しい敗戦となってしまいましたけども、そんなの本気ヌーということで終わります。おやすみなさい。スライス。